ウェスモンゴメリーのように親指で弾くときにすごい大変なのって、この細い弦弾くときにすごい大変ですよね。引っかかったりします。なのでそのためにちょっとトレーニングをしていかないといけないんですね。日本の皆さん、どうもこんにちは。名古屋弁でジャズギター講座の時間でやってこまいということで、今日も早速やってこまい。ということで今日はそうです、ウェス・モンゴメリー親指弾き早弾きへの道やっていきましょう。ということでウェス・モンゴメリーシリーズちょっと久しぶりなんですけど、今までダウンピッキング、アップピッキングで、ね、いろいろやりました。オクターブぐらいやったかな。でその中でまたこのオルタネートピッキングってすごい大変じゃないですかね。これすごい大変じゃないですか。で特に大変なのがこの細い弦、すごい大変ですよね。親指弾きやるときに難しいのはこの細い弦なので、なんでかっていうと弦が細いのでこの爪との間に入ってしまったりして引っかかるんですね。なのでまずそのために低いところでタコを作ったりするんですけども、それとは別に今日はちょっと細い弦だけでいろいろやっていこうかなと思います。でやるのはもうただただメジャースケールだけをやっていきます。なので3弦の5フレットで7フレットで2弦いて5、6、8で1弦5、7、8といきますね。ドレミファソラシドだよね、見ながらね、だよね。なのでとりあえずこれをやっていきましょう。キングとしてはダウンアップ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 でダウンアップダウンアップダウンアップダウンという感じでやっていきます。で、メトロノームに合わせてやっていきましょう。92だって、はい、なるべく他の弦に当たらないようにコントロールしながらやっていくと。で僕の場合はちょっとこういう早い、いや細い時は寝かしてやっちゃいます。ウエスモンゴメリーみたいにこうやって反らないのでね。なのでゆっくり一緒にやりましょう。ワン、ツー、スリー、フォーという感じ。はい、これだけじゃつまらないね。なのでまずここドレミファソラシド基本的なのを覚えたら、ここから行ってこの12あたりまで行こうかなと思います。まずはゆっくり92でメトロノームが設定されていたので、それでやっていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォと、ここまで来たら戻っていきましょう。という感じで一緒にできましたか。ちょっと難しいけども、ね、指が慣れるまでこれでゆっくり鍛えていってください、ね、横にずれることによって指板にも慣れますのでね。でその時にここ、ふーっ
ると必ず見て A フラットのキーだな、 A いったなっていうのをまずやりながらやるとよりより指板に慣れていきますね。はい、という感じで慣れたらスピードアップしていきましょう。ちょっとこのまま倍のテンポにして今92なので、184ですね。でこれを1と3で数えていきます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ここで自分で、ね、入れるようにしていきましょう。で戻るよ。はい、できましたが、ちょっとね、ノイズが入っちゃいましたけども、なるべくならないように、難しいんですよね、このコントロールが親指だけだと。だけども、こうやってゆっくり一緒にやっていきましょう。240、これでやっていきたいと思います。という感じでは戻りましょう。1,2,3,4。はい、こんな感じでやりました。で、次最後にしようかな。これ160なので、かける2すると320かな。厳しい。で逆。なんとかできました。もうほぼこのスピードで弾くこと僕ないんですけども、まあね、トレーニングとしてはいいんじゃないでしょうかね。この弦に触るところね、うまく自分でポイントを見つけながらやってみてください。あんまり深すぎると早く弾けないので、あんまり高すぎるとカスカスだしね。でも早弾きだとね、ちょっとカスカスぐらいにならないとうまく弾けないのでね、そこをなんとかうまく調整しないといけないですね。では最後にそれのトレーニングにもなりますので、でそうするとダウンアップ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 ダウンだね。なのでこれでちょっとやってみましょう。これルールとしては1,2,3,4,1,2,3,4,1ってなってしまうじゃないですかね。もう次のところですそのまま行ってしまいましょう。感じでいきましょう。で、帰り。ってなっちゃうので、ここをスライドして、次のところに行くという感じで、ルールを決めていきたいと思います。
戻るよ。2、3、4。右手と左手のエキササイズ、いろんなねの組み合わせてやった方が効率的なので、はい、ということでちょっとまた早いの挑戦して、これ倍にして練習してみましょう。2、3、4。というような感じでできました。ちょっとこれ以上はい、では入っていきます。なんとかできました。これ以上はちょっとできません。難しいですとりあえずこの細い弦を弾くっていうのが一番、これウエズモンゴメリ親指弾きで難しいので、こんな感じで常にやっていくといいと思います。僕も今までそこまでできないです。なので少しずつこうねリンクさせていくように、はい、という感じで今日は以上となります。こんな感じで楽しく練習してやれて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄何か書いていただけると励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がいましたら、充電ケーブルとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。はい、というような感じで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。